手紙はある種はなんかほとんど理解しようってないみたいですけどね、じゃあ今日はいろいろ皆様の質問疑問などに答えます。はい、宝経の経典で ユニカに悟った聖者は後に法律になろうとも8回目の転生を引き寄せるって書いてあるんですが、どうしてですか？どうしてですか？ってそれだけです。なんかその例えばヨルカになってヨルカに悟ったとしてもまだ欲も怒りもあるし、アラカンカになるのにマンもあるのに、例えば法一になるって多分気づきが入らないで生活しても、なんかあれを見ると自動的にアラカンになれますみたいな、なんかちょっとお得な情報というか、なんか変だなっていうか、どうしたのかなって思って。まあ宝経っていうのはこのヨルカになることでもものすごいことやってることを説かれているところなんですね。ヨルカになったらこの無限の輪廻転生の苦しみ再開から抜けているんです。もうちょっとステージいくつか残ってるだけで、あの再開には絶対戻らないんで、輪廻転生の再開にも。だから残りステージはまあゆっくりのんびり頑張ってもいいって話ですよ。頑張らなくたっても7回しか輪廻転生しないんです。だいたいじわじわと煩悩減っていくんですよ。このあれよくクインチャーピソではなくて何でしたっけ、そのゲーは、あのイエアリアサッチャーニュバーウェアンティ、それで条件がありますよ。イエアリアサッチャーニュバーウェアンティガンビーラパンニエルスデシタニ。だからアルカナタイトは師匠体からは離れてないんで、ビバヴァヤンティっていうのは毎日それはやってます。それはもう自分の人生がそうなっちゃったんです。でガンビーラ・パンジェヌ・スデシタニヨスカ様が教えたこの師匠体、ガンビーラ・パンジェヌ、一般人我々師匠体理解する知恵ではなくて、ちょっとすごい高いレベルで活かせているんですよ。だから昨日皆様にサンプル出したでしょ、賛美しましょうというところにはものすごい心理が隠れているんです。ほとんどみんな理解していないんで、それはそれだけでも理解したらものすごく知恵がステージ上がるんですよ。だから誰も私が生まれてか聞いてる人は我々よくわからないんです。だからすごく苦労してというか時間とってね、でこれは経典でも経典であるのは一般的に理解できる範囲で、あのレベルを超えて理解できるところはもう一人一人自分で修行して発見しなくちゃいけないんです。でそれ言っていて、その中でもすごいシンプルなワールドポイントをね、なぜ謝るのかと。これは生命だったら誰だって謝らなくちゃいけないということを言ったでしょ。なぜならばどんな生命でもどんな行為をやったってもそれが正しいという前提でやっているんです。これ仕方がない、それ法則なんですよ。この水に毒が入っていると私が知ってるならば飲まないでしょ。そこで私は石原さんを信頼して
なんで、こんな毒が入っていた。それ毒が入っていても、私は石原さんだからね、まあ代表を雇って飲んだとしましょう。その時飲んだのは、これは何のことなく未酒であるという理解でしょ。飲んでみたら、毒が回ると、毒が入っていたとは、後からわかるんですよ。時間経ってから。工場する瞬間ではわからないんです。お釈迦様はそれを例えで言う、お釈迦様の例えで言えば、火を触った瞬間で火傷するでしょ。だから誰も火を触りませんぞ。しかし、放射性のある何か物体がある。かっこいい物体があるんですよ。中に、まあ、ユラン U235 のあれちょっと入ってるんですね。で、その時に、これ結構、なんかあったかいな、不思議なとかね、触るんですよ。なんか金属のように見えるんだけど、この作品が面白い、誰が作ったんですかね、椅子だって暖かいやとかね、ああ、これ抱いたりとかね、指が寒くなっちゃう人だって、こういう人は放射線に感染しているんです。後で1年ぐらい経ったところで、こちら、甲状腺でしたっけ、タイロイドグランドとかね、あちらこちらで、がんが出てきて、なんでがんが出てきたのか、後で悩むんですね。でも、そのあれが真っ赤に燃えてたものだったら、そうなんです。だから、誰だって考えるときでも正しいと思って考える。喋るときでも正しいと思って喋る。私もどうなんですよ。喋ってから、あれちょっとまずかったな、後で思い出しますけど。あんなふうじゃなくて。もうちょっとマシな喋り方した方がいいんじゃないかなと。一緒でも後で気づくんですよ。これが一切生命の生き方なんですよ。神々もそうなんですよ。そういう人が何かやって後でやらなかった方がよかったと思うんです。だから地獄の生きる生もそう思うんだそうです。やっぱりいいことした方がよかったんだと今さら今思ったってもね、後の祭りになるんでしょう。だからその生命の弱みと、私は弱みでもなくて将来を知りえないという真理があるんですよ。これも皆様が納得しないポイントなんです。私に文句言ったっても意味がないんです。未来一瞬先はわからないんです。なぜならばそれ存在してないんです。そういうわけで先がある理解することは不可能。あんた頭が悪いんだから先がわからないんだよではないんです。これ理解してほしかったんです。たとえお釈迦様でも予言してないんです。お釈迦様がもうこの時代でスマナサールという人が生まれて、お釈迦様の話をはちゃめちゃにしているんだよと知らなかったと思います。全くおっしゃったことはいろんなはちゃめちゃ分析してたり、いろんな余計な難しいことを私は言ってないんだよと。だから予言しないんです。だから預言者の話で成り立っている教えっていうのは、その時点で嘘をインチキになるんです。だからそこまで知ってる人は喜ばないんです。最後の The Last Prophet はモハマッであり、そうですか、だからモハマッで言うこともちょっと聞いてみようとかね、喜ばになってないんです。私からだったら、預言者ですか、そう、じゃあさようなら。それだけで、私はブッダの教えた真理を知ってるんだから、じゃあこう推測しましょうか。10分経ったらこのホテルのスタッフの人がこちらに来ます。その人の体重は
知らんでしょ。スタッフに何人か男もいるし、女もいるし。私はスタッフの一人が来ると言ったんだが、誰が来るとわからないでしょうに。その、いや未来の話でしょ。その人来たらか、うん、まあ、60、そこ中ぐらいかなとか、ね。その時は推測できます。60かなって言っても、うん、違います。確かめられますね。だってその人いるんだから。測ってみることもできるし、本人に聞くこともできるし。あるいは誰かがその人を、あ、これぐらいと。どちらでも、0.000 秒まで正しくなくたっても、大体合ってるでしょうに。だから、現実、プレゼントモーメントでないと、何もわからないんです。だから、これはいかなる生命も同じことです。お釈迦様にすら、未来予言できれないんだから。そこでもう一つセクションありますけど、ちょっと、今日はそ、今日もそれはちょっとカットして置いておきますけど、だから我々は謝るんですよ。行為の結果、未来に現れるんだから。行為の結果、現れる時間が短ければ短いほど、まあ、正しい行為はできます。だから、火は触らない。鉄の棒を持って自分の頭を殴らない。で、今日鉄の棒でドッケンと頭を殴ったところで、3年経ってから頭が割れるんだったら、やっぱり殴りますよ、そうすると。でも、その場で結果出ますから、でも同時じゃないよ、結果は。行為、それから結果。あの時間の、差が短ければありがたいんだけど、例えば火を触っても役立ちませんよ。時間が必要です。それは残念ながらだいたい1秒程度でも十分ですね。でもこのなんか1秒触ったからって言って何のこともないんです。だからこのインドでもスリランカでもこの神のパワーを見せるために火を渡るという儀式やってますよ。薪を入れて、もう燃やして、それから全部真っ赤な状態になってから、まあみんなもう神が乗り移ってもらって渡るんですよ。あんなのは嘘です。だってもうどんちゃん騒ぎで太鼓叩いてるし、みんな踊っているし、まあ神が乗り移ってるんだからね。踊りながらポン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 と渡って、やけどするために時間足らないんです。そこでこのある学者がね、まあ無神論者ですけどね、彼らがもう特に足の裏の皮膚は接触時間これぐらいでなければ役立ちませんと。それでそういう免職信仰をやってる人々はほとんど草履も履かない。普段生活でも畑散歩仕事をしているし、もうどこ行ったっても裸足で行ったり来たりするし、だから足の裏がかなり頑丈なんです。そこで結構踊ったりもするし、踊る場合は結構何時間も踊りますよ。裸足で踊るんです、外で。だからこの30秒ぐらい火を当たったからって言って暖かくも感じないんです。で、あの先生が自分のスタッフのグループを絞って、我々は1年間裸足で生活しましょうと。裸足で生活して、あの人々このいろんな神社をまっすぐするところにいて、時計でタイムを計算して、まるっきり無神論者、神を全く信じない、仏教も信じない、宗教無神論者だからね、公で同じ長さで火をそこって、まあ、そこって誰でもするんです。
ですから言いたかったのは、火を触ったら火傷するということは我々にとってはすぐやと思うんだけど、それでも時間かかるんです。テレビで名古屋でしたっけ、なんか家がビルの間で一つ、まあ、燃えちゃったっていうニュースがあったんだけどね、何か爆発したって、それでガスタンク でしょうね。でそれでまあ一生懸命消防隊はまあ火を消す。じゃあ家っていうのはいきなりボッカーンと炎症する？しないよ。時間かかるんです。だから今みんなタバコ吸わないんだけど、前はね、どんなホテルでも寝タバコをやめなさいと看板があったんです。みんなお風呂に入って寝る前に一服吸おうではないかと言って、もう一服吸ってる間にざっと寝るんですね。そこで一人、東京の方で一人一つ丸ごと燃えちゃったでしょう。しかし、タバコが落ちた途端、ドッケーンと火が上がるんだったら吸わないでしょ。だから、原因と結果のこの間、一緒でもあります。だから我々どんな生命でも、行為をするときどんな結果になるかわからない。何か工夫して分かれるする悪化不可能です。だって未来は知り得ない。だったら謝っておきなさいよと、一緒だって行為をするんだから、その行為の結果どうか分からない。結果は自分に迷惑をかけるかも、周りに迷惑をかけるかも、誰に迷惑をかけるかわからない。例えば人間に生まれてすごい頑固な連中いるでしょ。人の話聞かない、俺が思った通りにやりなさいよと。でやりたいんだけど、そしたら社長とかそれなりのトップグレードのインテリとかだったらね、リーダーだったらそうでもないんですよ。何もできない、バカなんですね。その代わりに性格だけは人の話聞かない。だからその性格で生まれたのはその人の過去性の行為の結果でしょ。その時どんなことをやったか誰もわからない。でも我々の間でそんな人が生まれてきたら迷惑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 、無数の生命に迷惑。だから頑固な性格で生まれるための行為をした時と分からない。で結果が深くて無数の人々がそれで苦労しなくちゃいけないんですよ。だから素直にいつでも謝る精神を持たなくちゃいけない。自分が犯したではなくて行った一切の行為に対して謝っておくんです。そういう頑固な連中も過去性でその習慣があったならば迷惑はないんです。頑固ですけど、お前頑固だからとか軽くこれ処理することはできます。要するに与える害がまあ大したことはないって感じで、ちょっと一滴メスが落ちたような感じでもう拭いたら終わり。はい、まあその話、昨日の話の続き、そこ次のセクションがこの未来は推測できます、助言できます。お釈迦様が推測してたところがあるんです。推測はどんなバカにもできるわけじゃないんです。で、今日読んで終わった本で、太陽がね、
燃え尽きて終わってから黒い玉になるんですよ。その時どれぐらい重いんですかと計算しているんです。で50万年か、すごい時間かかりますよ、そこまでは。で、すごい遠い未来のことでしょ。で、燃え終わる、始めると、太陽が一つ爆発するんですね。で、すっごく小さく、地球ぐらいの小さくなるんです。で、爆発する前に、全部、周りにある惑星たちは、全部もう、食ってしまって終わってる惑星はないんです。で、そこはあんた知ってるのかって、でも、衰弱しているんです、法則から。だからその物体の重力も収縮して、面白いんですよ。ある程度であります。で、衰弱するためには、科学者がいろんなことを収縮するでしょう。太陽の寿命はどれぐらいかとかね。すごく、馬鹿にできないですよ、それは。ものすごく勉強して、事実を調べて、法則を調べてから就職できます。だから我々には米洗って炊飯器入れて45分待ってみろ、奇跡的にご飯が生まれます。予言しますと予言できます。なぜかというと法則は知っています。だから未来知り得ないっていうことは、未来は全くも何も知り得ない、パーフェクトだっていうわけじゃないんです。推測で言います。で、バカにできます。だから預言者が超インテリで超科学者でなければ残念ですよ。我々知ってる科学者の推測も結構外れますね。それは仕方がないんです。うん、はい、そのポイント、それで終わって、ブッダが教えた生きるということは何なのかと、苦であることをね、苦によって生命が成り立っているんだと。だから生きることは、みんな一生懸命苦をなくそう、苦をなくそう、苦をなくそうしていることですね。苦がなくなっちゃうと生きる必死はなくなっちゃうね。で、見てみると人間が苦をなくそうと苦を食る、また苦をなくそうと苦を食る。それだったら至って簡単に終わりがないと見えるでしょ。それだったら終わりがない。苦をなくそうと新たな苦を食るんです。新たな苦で古い苦がなくなるんです。若い人は寂しいなとか思う。もう相手誰かがいた方がいいなと。これで寂しさが苦しい苦なんです。仕事をして部屋に帰っても誰もいないし、自分で料理する食って面倒くさいと。コンビニからなんかも買ってきて食べて。でお金もあるし、給料もあるし、なんだこの人生は。コンビニの弁当だけでお金もあるし、当たってもね、まあ、だからといって、ごちそうそくって食べる。で、その人は、まあ、寂しいしね。じゃあ、結婚しよう。それで結婚しよう。結婚したら、当然、寂しさが消えちゃったんです。まあ、明るくなっちゃったんです。料理をそくる。あれもね、勇気まで、勇気じゃないね、その場合は。生きがいも出てくるし、レシピも読んだりして、じゃあ明日何しようかなとかね、かなり活発になりますね。だから、本当に苦しみが消えました。でも、新しい苦しみが、別種なタイプの苦しみが生まれたんです。それから次にどうしましょう、次にどうしましょうということで、人はこうなくすために
別所な子を救って過去の子をなくすんです。しかし導入した子がそれから迷惑をかけるんです。そうすると新たなタイプの子を導入するんです。それだったら何回やれば終わるんですかね。子が至って単純にそれだったら一向に終わらないっていうことわかるでしょう、ね、だから輪廻っていう概念を理解するためにそんなにお釈迦様みたいに瞑想して超越した知恵を得て人数能力で過去なくたってもわかります。お釈迦様が輪廻転生するとおっしゃってないんだから、おっしゃってない苦がそういうふうにトン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 と変わって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 無限に回転するんだよと。だから苦が変わることは言葉変えて生きてなきゃ苦が成り立てないでしょ。それで転生ということになるんです。転生という日本語単語をパーリ語で使ってないんです。でだからパーリ語の正しい科学単語は日本語訳を英訳できないんだからね、それは私に文句言ったって意味がないんです。パーリ語で読んでみたら完璧科学的な言葉で教えてあります。それでブッダが教えたその知恵のレベルで苦はこういうものであると知っている。苦をなくしたいと思ったってもあの意欲が減る。苦は苦でなくそうとしているんです。そちらであるのは執着かつ愛なんです。だから金が苦しいんだがあるんです。その人は金がないからだと勝手に思うんです。金がないから苦しみが生まれるという科学的な事実はないんです。お金というのは人間も最近作った輪廻から見れば最近でしょ、作った概念でしょ。別に金っていうものあるわけじゃないしね、頭の中の概念だけです。嘘と思うならば1歳ぐらいの子供に1万円札をあげてみて赤ちゃんにでも何のことなく見てこっちに行くんです。いてパチパチやってこうやって抱くだけです。あるいはハサミで遊んでる子供に1万円札を出してあげてください。それははちゃまちゃそれ切るんです。金っていうのは真理と存在するならばそんなことやりませんよ。はい、ところで伊藤がまあその考えに心理の立場から見ればおかしい、金がないからですかね、あんなこと死んでるのと。でその人は金が欲しい金が欲しいと活動しておくる。そうすると金を得るためにはちゃめちゃゴロゴロする。楽になってるんですかね、そういう計算おかしいでしょ。だからもともとも苦しみがあったし、金を儲かるためにも苦しんでいるし、金もらったら大した幸せにもならないし、幸せになりたいプログラムがあるんだけどなかなか金が足らないんですね。車も欲しくなるんです。やっぱり5年6年分割で払わないと買えないんです。家も欲しくなるんです。やっぱり25年のローン組まないと成り立たない。だから一緒に言わせて幸福になるんですかね。家のローン終わると人生も終わっているんです。ああ自由になったって一言は言えないんです。だからこの苦の原因というのは人間のこの苦しみをなくしたいという希望でひょっとしたミスがあるんですね。苦しみをなくしたいということが OK です。いきなり苦しみをなくしたいところに飛ぶんじゃないんです。それはおらがないとやることで、お釈迦さんなぜ苦があるのかとひょっと遡ってみなさいよ。なぜ苦があるのかと。それなくしなさいよ。
いわゆる存在欲を感じてはいないでしょう。それで初めて苦が消えるんですよと。で、活動愛がこそうと思ったっていうのは、この生き方の中で活動愛が生まれるんだから、だったら証券証紙証拠あれなんとかなんとかあるでしょ。足音はね、バランスして、ただバカめとく考えるんじゃないんです。考え方正す判断するときは、証券会偏見持たない、自主性に基づいて一時的に見解持ってもすぐ訂正する、執着しない見解にも。それは一生どうやってみれば、まあそれ知った以降が、まあ大体四日に立っているんです。大体かではなくて四日に立つんですよ。まあ、まだまだちょこちょこっと欲が残っているという程度のことなんです。でもその人は普通に生活していたっても、生きていきたいな、金儲かりたいな、そんな考えないんです。まあしょうがないんだから仕事をする。土地持ってるならば、じゃあしょうがない、じゃあもう農業やりましょうと。牛飼ってるならば。まあ、気楽に後ろにお世話する。で、日本で北海道とか牛飼ってる人は気楽じゃないよ。ものすごい殺してるんです。すごい殺してるんです。江戸会になってると気楽にやるんです。だから輪廻転生したっても7回それも人間界ですよ。みんなにこの人間界で生まれるっていう、これはまだすごい難しいんです。そういう人は仕事をしても展開に行くんだけど、いくらでもいられます。他の神々は自分の業が切ったら知らなくちゃがんです。喜ばない人々の場合はそれはないんです。だから普通にいて、別の展開が面白いということでもないし、人間の世界でいい環境が真理を発見できる、いい環境のところを見つけたらそちらに生まれるんです。で、ネットであるんでしょう。スリランカで女の子なんですけど、もう喋れない、もう2歳3歳の時でも お父さんの膝の上に乗ってお父さんに向かに過ぎて鉄砲する。何言ってるか私は分からんだけど、まあ、お父さんには子供が言うこと分かるんで、お父さんが あんた言うのはこういうことですね、ですかねとかね言って、それから今、まあ、12歳、14歳かな、もっと年下かな、説法していますよ。お寺に行ったり、いろんなところに行って、たくさんの人々が集まって、どこで学んでんですかね、あの子は。私も説法聞いて、もう認めないところっていうのは大体、まあ、まあちょっとこれはちょっと違うなというところあるんだけど、これはまあ1割もないんです。それもどんな説法でもないんです。たまにこれはもうちょっと説明変えた方がいいとかね、まあそれなりのお坊さんたちもちょこちょこと教えてるみたいんですけど、だから過去世で喜ぶでしょうね。赤ちゃんの手柄も意図は違う。だから自分の弟子一号はお父さん。あのパリパダでも一つ二つぐらいあれ日本訳して出したんだけどね、あれすごい田舎ですから、あの新年の頃私もそれほど理解できないフレーズとかね、いろいろありまって、あの誰かがシンガル語を読んでくる人が電話をしてくれたんだけどね、まあ私はちょっとわからない言葉とかね、シンガル語というのはすごい難しいんですよ。派手に変わるんですよ、毎日毎日。で、地方によって言葉の使い方はまた違うし、で、電話中も
やっと喋られる年齢で自我がないってテーマで喋りだったんだからね。子供はそれでお父さんに立って鏡を持ってくるんですね。鏡に例えて一瞬でも何か例え話で説明するんです。で鏡の中何があるのかとかね、もう君が映っている、本当に私はカメラが映っている、まあそういう見えるだけ、そうでしょ、だから私がいるっていうと見える、そう感じるだけやと、本当はないんだと。だからそこまで知恵があるっていうことは何なのかと。だから選んだ仏教環境の中で生まれるんです。親邪魔しないんだからね、応援するんだから。アメリカで生まれたらもうかわいそう、修士で生まれたらかわいそう。ですからこの夜化になったチャンスっていうのはもう、まあいいや、もう残り修行するんだよと思ってやったら、まあ適当な場所を選んで生まれることは可能でしょう。で、亡くたっても向こうで残りの伝承して下段に達します。この菩薩婆マッタ、ものすごく何で言ったか、日本語は法逸だっても言ったっけ、法逸に法逸になろうと、そこで誤解するんですよ。だからアッパマッタっていうのは真剣に気づきの実践やってるって意味なんですよ。真剣に気づきの実践やらない場合は仏教ではまあ法一緒と言っちゃうんです。だからその人は仏教で生きてる、だから朝から晩までずっと足を踏んで目ついてるわけじゃないんです。仕事もするわ、ゲームもやるわ、友達とパーティーもやるわ、その生き方は法医師で言ってるんです。まあ気にするなよと、そんなことは法医師であっても。だから夜会になることはそれぐらいものすごい大事なことなんです。殻を破ることなんです。それからもうちょっと餌食べれば飛べます。殻破ることできなかったらかわいそうね。だから卵の中にいて殻を破る、破った殻で、はい空飛ぼうとはできないんです。でも何もしなくたっても適当に餌をもらっちゃうと、まあ2、3ヶ月でもう空飛べる。そういうことで夜化っていうのはこの輪廻の殻を破ることです。まあその法医書っていうのはただ一生懸命明日でも早く完全に悟りに達してなるちゃうということはなくて落ち着いているんです。分かりまっただからということで、それを言ってるところだけです。ブッダの時代でね、夜化になってる人々っていうのは在家の人もう8ちゃんめちゃたくさん見たんだ。いるわもう。でもそれで社会的に何も問題起きてる、普通誰もせ普通の仕事をして普通で稼いでるんですよ。先生、その方々って修行してなった、何その方々は修行してな、そういう夜間になったんです、それとも説法を聞いて。まあ、ほとんどお釈迦様の説法を聞いてですね。聞いて、修行してっていうことになる。修行、説法を聞いてだったら知れるかね。そんなに在家の人々は瞑想修行したということは、そういうことないんです。みんなも、説法を聞いてる。説法を聞いて議論して、まあ、お釈迦様いる場合はお釈迦様の話を聞いたり、お釈迦様と対話してみたり、あるいはお釈迦様が手に入らない場合はいっぱいやらかんたちがいたんだから
時々こういうこともありますよ。だからお坊さんたちがお釈迦様から瞑想指導を受けて、瞑想指導は1回だけ受けてどこかに修行に行く。それとこの村やらその田舎の人々は修行するためにお坊さんたちに取り入れたんだよ。分かるとそちらで泊まってもらって、我々はお布施食事をしますからね、一生のものをね、ここで修行してください。それで好きなんです。まだお坊さんたちがそんなに悟ってるわけじゃないんだけど、瞑想は知ってますからね。自分がやってる瞑想はこんな問題をとかね、こういうふうにやるんだよとかね、でやって最近の人々にも自分の瞑想の体験を教えたり、最近の人にもじゃあやってみてくださいと教えたりとかね。だから軽々こうやってお坊さんたちは楽になるわ、最近の人はみんな楽になるっていうことになるんです。先生、お釈迦様の時代に修行の道場というのはあったんですか？なかったんです。なかった。道場はいらんでしょ。動画で座って瞑想すればいいだから。歩く瞑想するために本当に道場が必要ですかね？自分の瞑想するために道場が必要ですかね？そんなのはもう組織化した宗教世界でしょ。そうすると式台に縛られちゃって、下脱すは飛んでいきも、あまり縛られるんだから、ポンと下脱すは飛びます。どんな道場でもそういうことなんです。道場では道場の決まりあるんだからね、この服装でなければいけません、この時間で起きなくちゃいけません、この時間で寝なくちゃいけません、こういうあれこれやらなくちゃいけませんとかね。それで束縛されちゃって、だから道場っていうのはね、まあ便利でありながらまた問題も構えているんです。まあ宗教は組織化になるといつでもそうなるんですよ。神を信じる宗教でもね、連中はおかしくなってな、必ず最初からの書式作ろうって思うんですよ。根本的に間違いないんです。なんで自分が直接と神に祈りしないんですかね。そういう状況だったら、洗礼を受けなくちゃいけない。それは誰かがやらなくちゃいかんでしょ。そうすると書式化された宗教で、神に直々連絡、コミュニケーションできないんです。あ、牧師か神父さん通していかなくちゃいけない。ちょっとおかしいんです。神のエージェントがいること。でも神を信じる世界はいつでもそうなんです。でもヒンドゥー教も神を信じてるでしょ。エージェントがないんです。ヒンドゥー教の場合はもう直々だ。じきじき話してみなさいと。だからインド教では誰だってサードって聖者になるんです。で弟子たちがいっぱい集まってもらって説法するのを、インド宗教は大体必ず音楽ありますからね。で音楽で歌ったり踊ったりして、でサードが金儲かるんです。それで社会的にトラブルも起こりますね。で、アメリカでもね、アメリカから追放したでしょう、あの人をね、来日したっけ、保証を取っておく、なんとかとかね、いろいろトラブルを起こしちゃって、金のトラブルなんで、人生のね。だから、本当にあんたサードですかと聞きたくなります。もともとそれはいらない、ヒンドゥー教では。だから、誰だって、自分好きな紙を選んでも拝む。誰もそんな紙勝手に選ぶなよっていう権利誰にもないんです。だから紙を信じる宗教だったっても、インド教の方が論理的なんですね。でヨーロッパでも最近このシステム組織化した宗教は全くインチキダメやっていうグループで、彼らも、まあ、神を信じるんです。
でも何のことなく亀と自分っていうのは同じものだと、アヤンゴールド何のことなく言うんです。まさか偉そうね、ヨーロッパ人で言ったって、インドでは昔から言っていたんだからね。You are the gold って言って、何時は亀であると。おかしい、じゃあお前頭おかしい、ちょっと調べなさいと。だから自分が何か瞑想をやったり、ヨーガをやったり、心の働き調べる、あ、なるほどと。神と自分が別々じゃなくて一体であると分かるんです。だからまあ、ヨーロッパで流行ってる、今流行ってる新しい宗教は、あんまりヒンドゥー教にとっては別に大したことはない。昔から言っていることをやっているんです。結構ヒンドゥー教の話はこの人はそうやってやるんです。で、仏教はそう感じゃんじゃね、仏教は神がないんだから、これは宇宙法則に神って言ってるだけだからね。だから宇宙法則でしょう。宇宙法則が神だったら私が神でして、私は宇宙から違うものじゃないでしょ。宇宙そのものでしょ。だからそれが問題だと大阪さんは言ってる。限りなく回転するんだよ。はい、なんか余計なところ、理解できないところまで話飛びますからね。はい、他の質問とかありますかね。